西方教会のキリスト教神学者哲学者などの学者たちによって確立された学問のスタイルのことこのスコラ学の方法論にのっとった学問例えば哲学神学を特にスコラ哲学スコラ神学などのように言うスコラ学は決して特定の哲学や思想を指すものでなく学問の技法や思考の過程を指すものであるスコラ学の スコラとは英語のスクールと同言語であり、この言葉が入っていることからわかるように、当時の修道院において用いられた学問の技法と対照的なものであった。すなわちスコラ学の特徴は問題から理性的にリズメの答えが導き出されることにあった。これに対して修道院で伝統的に取られていた学問のスタイルは古典の権威を通して学ぶだけであり、 研究者の理論的思考というものは必要とされていなかった点に違いがある。スコラ学の究極の目的は問題に対する回答を導き出し、矛盾を解決することにある。スコラ学の最大のテーマは信仰と理性であるなどと言われ、進学の研究のみが知られている嫌いがあるが、真の意味でのスコラ学は進学にとどまらず、哲学から諸学問に及ぶ。 広いものであった。真の宗教とは、真の哲学であり、その逆もまたまであるということが、スコラ学の基本的命題だと言われることもある。スコラ学は、正法教会のキリスト教においては、大きな位置を占めたが、他方正教会では17世紀頃に、正法教会から、スコラ学を含め影響を被ったものの、19世紀以降の正教会では、 東方の伝統にのっとった見地から批判的に捉えられており、20世紀以降21世紀に入った現在においても、論理と理性に基盤を置く西方の進学は、静寂に基盤を置く東方の進学とは、方法が異なると捉えられている。スコラ学の方法においては、まず聖書などの著名な学者の記したテキストが題材として選ばれる。テキストを丹念に、 かつ批判的に読むことによって学習者はまず著者の理論を習得する。次にテキストと関連のある文献を参照する。一連の作業によって、それらのテキストの間にある不調和点や論議の点が抜き出される。例えば聖書について言えば、古代から同時代にかけての学者たちによって書かれた文書と聖書の間の矛盾点、論点が全て挙げられ、多方面から、 偏見なしに考察を行う。矛盾点や論議となる点が明らかになると、弁償法的に二つの対照的な立場が示され、議論が尽くされ、やがて合意点が見出される。この合意点に至るために二つの方法がある。第一は、哲学的分析である。用語が徹底的に吟味され、筆者の意図する意味が検証される。意味が不明瞭な用語においては、 相対する立場で合意に至るような意味を検討する。第二に、論理の規則に従った理論的分析を通じて、矛盾自体を読者の主観的なものとして解消してしまう方法である。スコラ学は文学における2つの分野を発展させた。第一は、クエスティオネスと呼ばれるものであるが、これは特定の学者に限定されるものではない。 基本的にすでに説明してきた手法であるが、質疑応答へ適用されたスコラ学的方法論である。例えば、自分の身を守るために人を殺しても良いかという質問があるとすると、過去のあらゆる著作から、賛成意見と反対意見の両方が集められる。第二のジャンルは、すんまと呼ばれるものである。すんまにおいて、 キリスト教に関するすべての質問に対する回答が用意されている。こうしてすべての疑問に対する回答が用意され、これによってさらなる疑問に対する回答の論拠となる。スンマの中で最も有名なものはトマス・アクイナスのスンマ・テオロジカであり、キリスト教神学の大前を目指したものであった。スコラ学の学校では、 教育において二つの方法が用いられた。一つは、レクツ用である。教師がテキストを読み、ある用語や思想について詳しく解説する。そこでは疑問を差し挟むことは許されない。とにかく丹念にテキストを読み込むことが目的であり、教師だけが語ることを許される、時間なのである。第二は、リスプタツ用であり、これこそが、スコラ学の肝とも言える。 討議には二つの型がある。一つは、通常討議で、質問は前もって提示されている。もう一つは、クオドリベタルというもので、教師に対して生徒から、前もって提示することなしに自由に質問がぶつけられる。教師はこれにしっかりと答えなければならない。例えば、盗んでもよいかという質問が出るとすると、教師は、聖書のような件にあるテキストから引用して、 自らの立場を示す。生徒はそれに対して反論し、時には本筋から脱線しながらも議論が繰り返される。このような無計画に行われる議論においても筆記者がおり、翌日には、教師は筆記録から議論を要約し、すべての反論に答え、自らの最終的な立場を明らかにする。通常のスコラ哲学は、論理。 形上学、意味論などを一つの分野に統合したものであり、人間の自物理解を過去の文献によりながら進化させたものである。世規スコラ学の時代、スコラ学の方法は、進学は、もちろんのこと、自然哲学、自然学、認識論などに応用されていた。スペインにおいては、経済理論の発展に大きく寄与し、後に、オーストリア学派へ影響した。ただ、 スコラ学はやはり、キリスト教の教義に束縛されるものであり、信仰そのものを揺るがすような質問はいた上、向けられない限り許されないものであった。1400年代から1500年代にかけての人文主義者の活躍した時代以降、スコラ学は目の敵にされ、忘れ去られたかのようになっていた。スコラ学がガチガチで、形式主義的で古くく、 哲学において不適切な方法とみなされるようになったのは人文主義者たちの不意調によるところが大きい。19世紀の後半に入るとカトリック教会においてスコラ学のリバイバル運動であるシントマス主義が起こり再びスコラ学が注目を浴びた。それはトマス・アクイナスなどに限定された非常に狭い範囲でのスコラ学であった。ここで言われるスコラ学とは 進学と同義であり、他の分野への波及については考慮されていなかった。スコラ学は、歴史的にはマイモニデスなどのユダヤ哲学とアベロエスなどのイスラーム哲学などの動きと連動した思想運動であったと言えよう。スコラ学において、以下のような著者の著作が論拠として用いられた。ありがとうございます。